なんか OK でございます。すごい不思議な感じだ普通に自分の車乗ってるみたい、はい、ただやっぱステアリングが圧倒的にこっちの方がいいな。ご覧ください、この全国1億2000万人のユージファンの皆様これが、はい、全国ユージさんの、はいはい、休日の姿ですね。そうですね、これ、まあ、リアルに近いですね、はいはい、本当ですね、うん、だ普段はこれが妻がいて、うん、子供たちがいるっていう、なるほど、うんうんうん、でもそっから見る景色はいつもと変わんないですね、はい、多分残念ながら今日は助手席におじさんの僕と、はいはい、土方先生が、はい、おじさん2人が乗ってますそうですね、はい、おじさんメガネですね、はい、そうです。いやいやそんなことないいやいやおじさんっつってもそんなおじさんじゃない。え、ちなみにごめんなさい、はい、おいくつなんですか、つっちさん。38です。ああ全然、いや僕近いじゃないですか。近いですね。近いですよ、はい、土方さんっていくつですか。僕はあのゆうじくんのお父さんぐらいの年なんで。いやそんなわけないですよ。僕54歳です。あ、ええほらほら、 ほらおかしいじゃないリアクションひどいな。違う逆です逆です、もっとお若く見えてますよ。54歳ですか。何が目的ですか。いや、弁定がパワーウィンドウのやつが弁定が安くなることがパワーウィンドウね、はい、確かにそっちの方がリアルだね、はい、じゃあ行きますね。はい、行きましょう。お願いします。お願いします。いや、いつも通りだ。あ、でもやっぱほらハンドステアリング違うだけで全然、うん、もうなんか車の操作に一切の迷いがないです。そう、はい、そうですね、はい、これで結構ロングドライブ毎週末してるんで。あとは、うん、この車の、はい、これタイヤ入ってるじゃないですか、でっかいの。それそういうの違いがすごく分かってもらえるかなって、逆にいい感じでインプレッションしてもらえば、はい、それでいうと僕が今乗ってるのは、うん、ドノーマルです。そうですよね、はい、だからなおさらいいですね。ホイールも純正です。はい、ちょっとやりましょう、はい、いやいや、このドリンクホルダーはエアコンも生きてるからね、はい、でしかもゲレンデってさっき言ったようにそのエアコンの機器めっちゃいいじゃないですか。そうですね、だからドリンクホルダーにドリンク入れておくとキンキンに冷えてくれるんですよ。当たりますよね。そうなんですよ。そうめっちゃいいんですよ。めっちゃいいっす、うん、そして子供結構暑がりじゃないですか、うん、すぐ汗かきます、ね、はい、そう確かにしっかり効く、うん、でしかも方向が意外とちゃんと向くんで、そうなんですよね、子供に当てられるんですよね。はい、それもすごくいいポイントだと思います。いいポイント、本当にいいポイント、うん、ただ古いだけの車だと疲れちゃいますからね。そうですね、うん、そう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 、これで行っちゃおう。うん、行きましょう。あ、ステアリングいいな、やっぱこれいいですか。うん、あ、めちゃくちゃいい。やっぱグリップ力が上がるんで、うんうんうん、ここがまあ吸い付くのと、うん、あとコブがしっかりついてて、うん、ここフラットになってるんで、はい、なんかやっぱちょっとね、どこ握っても手にはまるこのしっくり感は純正と違いますね、やっぱ、はい、確かに普段触るところをこう変えるとこうしっくりきた時のこう満足感は全然違いますね、本当に違いますね、うん、特にカーブの時に分かりますね、うん、ああこれいいな。いや、やっぱゲレンデいいけど、まだあとゲレンデがいいなと思うのは、僕みたいな高身長の人でももちろん広々、こんな頭余ってますから広々。そうなんですよね、この空間がだいたいね、このバイザーがいつもね、うん、普通の車だとここら辺に来ちゃうんで、前に行こうとすると頭当たるなって思っちゃうんですけど、うん、こんなここが余ってるんですよ、ここが、うんうんうん、なのに、うん、女性もあの椅子が結構上がるんで。そうなんですよ、調整範囲が広いんで。広いんですよね、うん、だから小柄な女性でも行けるっていう。そうですね、幅がいいですよね、うん、だからね、僕らは車の営業マンで、うん、ゲレンデあるあるは、はい、武骨な形で、うん、ご主人さんを欲しがって、はい、納車するんですけど、はい、定期点検でお預かりすると、うん、奥様が超お気に入りになっちゃってるっていう。いや、そうなんですよね。そうなんですよ。だから結構男性向けかと思いきや、うん、女性でも結構愛用してる方いますよね。そうなんですよ、案外そうなんですよ、うん、高速での直進性はお世辞にもいいとは言わないです。ただ、まあはい、街中での使い勝手はとてもいいので。そうなんですよね、はい、ほんとそれを思います、うん、どうですかゆうじくん、この個体としてタイヤの感じとか、はい、あ、いや、いいですよ。いいですか。あ、本当だ、全然気にならないですね、はい、なんかちょっと重さと、うん、あとは何だろう、ゴツゴツ感が出ちゃうのかなと思ったんですけど、意外と、いや、そうでもない感じしません。いや、むしろ全然気にならないな、このぐらいで収めとくと。あれ、なんでなんだろう。それが本当にボッコボコのグラバーでやると、うん、すごいんですよ逆に僕、グラバーの、はい、で乗ったことないんですよ、はい、あれ、どうなるんですか、グラバー。なんかびっくりするぐらい、はい、車がハンドルがまっすぐに行こう、まっすぐに行こうとするんですよ、交差点曲がってても。そうなんだ。戻ろう戻ろうってすごいですよ。 あとは音ですね、うん、あ、音、なんか僕が聞いたのは窓開けると、はい、ヘリコプター飛んでるのかと思う噂ではそれ聞いたんですけど
あれ近くにヘリ飛んでるみたいな。パタ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 みたいな。あのそれ楽しいこう大げさな感じの言い方ですけど、はいはい、でもこうってずっと言ってます。そうなんだ。はい、あ。だからちょっとそれがストレスになっちゃう人にはおすすめできないですね。あと純粋にタイヤの重さだけでだいぶ上がりますもんね、グラバー。そうです。そうです。あれめちゃくちゃ重たくないですか？重たいですね。なんかその搬入してる人がやっぱり運ぶのが超大変だって。そうですね。もう本当転がさないと。うん。やっぱそれだけで燃費もだいぶ変わっちゃいそうですよね。相当も相当だと思いますよ。うわ確かにそうだな、うん。はい。でもかっこいいですよね。うん、かっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいんだよな、グラバー。うん。でもこれはだからそういう意味では、うん、あの全然気にならないですね。そうですよね。普段純正乗ってる僕が気にならないですね。うん。オリジナルプラスアルファでちょっとこうカスタマイズしながら、うん、あまりこういいところをスポイルしないというか。そうですね、はい、特にこれ系のタイヤカスタムっていうのはどっちかというと、うん、あの扁平にするわけじゃないんで、はい、そういう意味では段差はしっかりとクッション効いてくれますもんね。そうなんですよ。むしろオフロードの性能は上がっちゃうぐらいの感じですね。そんな感じですよね。確かに確かに、おっしゃる通り、うん、これまだまっすぐで大丈夫ですかね。はい、大丈夫です、はい、あとゲレンデもそういえば、うん、譲ってくれます結構。あ、そうですか。ゲレンデは結構譲ってくれますね。僕のテスラが結構苦労してますね。本当苦労してますね。パッと見ちょっとあれコンパクトでやっぱりあの、はい、つるんとした見た目なんで、うん、分かんないんですよみんな。なんかその外国の車だったら、うん、ちょっとプリウスの延長ぐらいに見えるんで、うん、はい、やっぱ苦労しますね。やっぱ車で譲ってくれるくれないってあるんですね。いや、ありますね。本当それ思いました。確かにゲレンデ存在感あるんで、うん、なんか怖くて譲るとかじゃなくて、うん、普通にその目につくから、うんうん、そうですね、曲がろうとしてるんだとか目立つんで、うん、だから運転しやすいのかもしれない。認識されやすいっていうことなんですね。 それはありますね、うんうんうん、本当そうですね。それ大事ですよね、うん、僕あの昔通勤であの、はい、サンマルプリウス乗ってましたけど、はいはい、あのプリウスがダメなんじゃなくて、うん、プリウスが多すぎて、うん、首都高の渋滞にはまると、うん、前も後ろも横も斜め全部プリウスっていう。あれこんないるんだっていうのにびっくりした時ありますね。確かにそうですね、はい、ただ正直ゲレンデそうなりつつありますよね。意外とあります。あの都市部ではそうです。出てますね、ね、うん、東京は本当多いですし、もう、ね、地方でもちょっと大きい町とかになってくると、うん、やっぱゲレンデ乗ってる人すごい多いんですよね。多いですね。本当それ思いますね、うん、でなおさらね、存在感があるから余計目立つというんですかね、はい、変な意味じゃないんですけど、うんうん、ですね。いやでも僕ね、やっぱねカスタムの中で結構おすすめなのはステアリングですね、うん、これは本当にもし余裕があるなら、うん、結構変えた方がいいかもしれない。いい感じですか一番、うん、そうですね、うん、まず運転した感じめちゃくちゃ本当に変わる、はい、なんか急に、なんだろう、ステアリングのなんか構造まで変えたのかぐらい、うん、本当変わってるのと、うんうんうん、あとは目につくんで、はい、僕の今のテスラも変えたんですけど、はい、毎日見るとこ変わると気分が全然違う。そうですね。本当に乗った時に毎回満足するんですよね、うん、そうなんですよ。だから一番最初にやった方がいいぐらいかもしれない、はい、ハンドル重要ですよ。ハンドルすごい重要、うん、次の信号今度右行きましょうか。 OK です、はい、似合うな。やっぱゲレンデは本当もう似合います。もうだってもう骨格が同じ人間と思えないですもん、もう、うん、いやいや、そんなことないですよ。見てください、この長い足。いやいやいや、そんなことないですって。本当だよね、うん、あ、そうそう、このゲレンデはホールド機能ついてるんですよね。そう、ブレーキをね、クッと押すと、はい、離しても大丈夫。そうです、便利ですよね。これ便利です。で、進むときはそのままアクセルで進むっていう。僕の550のときはついてなかったんですよ。え、僕のあれついてなかったんですよ。エディションセレクトなかったんですよ。あら、ブレーキ踏んでなきゃいけなかったんですよね。意外とそれも辛いですよね。そうなんですよね、うん、このホールドブレーキに慣れてしまうと、うん、ですね、うん、まあ、あとゲレンデあるあるで言うとアクセルよりブレーキの方が出っ張ってるんで、はい、そう、この段差気になる方結構いますよね。そうなんですよ。だからアクセル踏んでてブレーキしようと思ったら結構足を上に上げなきゃブレーキ踏めないみたいな。そうなんですよ。でそれを揃える部品もあるんです。なるほど。それは今振ってくれたんですね。そうなんですよ。ありがとうございます。はい、素晴らしい振りで。そうなんですよね。それに関しては僕もね、実は知ってて、はいはい、結構これゲレンデ乗りは割とやりがちなというか、その意外と最初にやってもいいぐらいのカスタムですよね、うん。そうですね。まず何やっていいか分かんなかったら、とりあえずそれやってみたらみたいな。うん、ガクッと変わりますから運転フィールが、はい。これ左ですか。そうです。はい、やっぱこれ。うん、こういうカーブ狭めの、あ、そうですね、そうなんですよ、路地に来ましたけど、そう、全然気にならないというか、そう、分かりやすいので。本当っすね、はい。いや俺これゲレンデだったら、うん、あの、なんだろう、
細い木の板の上でも走れます。でもそんな気もしますよね。2本でだけ引いてくれれば、はい、俺多分その上ずっと走れるぐらい、うん、それぐらいもピンポイントで操縦できるというか、うん、何がどこにあるか分かりやすいですよね。分かりやすいですね、うん、本当にそうなんだよな。ゲレンデはそれがいいんだよな本当、うん、やっぱいいな、うん、めちゃくちゃいい、うん。でもそこなんでしょうね、もともとこう軍用車だったりとかいろんなことがあるじゃないですか、うん、確かに、うん、そうですね、ほんとそうですね、うん、いや申し分ねえな、うん、でもいろいろ乗られたゆいさんの中でも1、2を争う。いや、やっぱそうですね、はい、いや、そうなんですよ。よく言われるのがゲレンデってあんなに街で見るけど何がいいのってよく聞かれるんですよ、うん、でそういう時にパッと答えられないんですけど、うん、乗らした方が早いですね。そうなんですよね、うん、本当に、うん、でしかも1回じゃなくてちょっとあの2日ぐらい貸すからちょっと乗っててみって言うと、うん、多分もうね離れられなくなりますね、うん、あ、これ左でいいですか。はい、そうなんですよ。そうだ、簡単に速いよとか、うん、乗り心地がいいよとか、そうなんですよ、そういうもんじゃないんですよね本当に、うん、なんか魅力、オーナーに魅力を聞いてもみんなこれがいい、あれがいい、これがいいってはっきり実は言えないんですけど、うんうんうん、1回乗ってみっていう、そうですね、そうするとね離れられなくなるんですよね、うん、やっぱ圧倒的に便利なんだよな。そうだから僕その新しい新規のお客様と商談するときに、はい、ゲレンデで商談したときに、うん、ゲレンデってずっと売れ続けてて何がいいですかって言われるんですけど、はいはい、僕も答えられなくて、うん、でも変な言い方ですけどゲレンデの世界観を味わってください、そうすれば絶対分かりますとしか言いようがないんですよね。そうですよ。ただその世界観、独特な世界観があるので、うん、これがオンリーワンじゃないですか、はい、唯一無二なんで、はい、やっぱりディフェンダーとも違いますし、ジープとも違うし、そうなんですよ、そうなんですよ、ゲレンデの世界ですね。本当そうなんですよね。で、これって所有してみないとわからない、全てが重なってゲレンデなんですよね。そうなんです、ね、ドアの硬さとか、そう、音とか、うん、室内の広さとか、はい、で軍用車から来てるっていうのが、うん、あのキャッチフレーズであるだけで、はい、あのあ、ちょっと雑に乗ってもっていう変な、うん、なんかその気使わなくて乗れるってことですね。これ左ですか。はい、はい、そうなんですよ。でサイズもちょうどいいし、はい、そうなんですよね、うん、なんかあった時でもこの車だったら乗り越えていけるんだろうなっていう、うん、なんか安心感もあるんですよね。確かになんかミニ戦車に乗ってるかのような、はい、なんかわかります。守られてる感ありますよね。いや、すっごい強いです。強いっすよね、うん、その守られてる感っていうのは。その代わりバンパー金属でめちゃくちゃ重たいっすよね、はい、今時みんなね、はい、あの再生可能なプラスチックになって、はい、ぶつけてもすぐ追いかけたら戻っちゃうぐらいのレベルなのに、はい、うん、こんな重たい金属ぶら下げてんだみたいな。そうなんですよ、うん、ね、そういうところの一つ一つのこうパッケージングが、はい、なんかこう魅力なんでしょうね。でトータルでこの形になってるっていうのが、いや本当そうだな。でも現代的な装備をこう少しずつまといながら進化してきて、うん、これが最終形になって新型に行きましたけど、はい、結果新型出てみたら、うん、欲しい方ってもう全く違う方でしたね。あ、本当ですね。ゲレンデの新型出たから旧型から乗り換えようっていうんじゃなくて、うん、もう全く違いましたね。結果的には本当そうですね。これのゲレンデはこのゲレンデです。そうなんですよ。そうなんですよね。なんか新旧じゃなくて、そうゲレンデ、ゲレンデ新みたいな、なんかね、なんつったらいいんだろう、あの別ラインなんですよ。そうなんですよね、別なんですよ。そう、別ラインなんですよね。同じ車の新しい古いじゃなくなってるんですよね。そう、どっちが好きかあなた次第みたいな。そうなんですよ。僕の知り合いでも新型ゲレンデを出てすぐにオーダーして乗って、うん、旧型に戻った人いますね、うん、あ、はい、やっぱりいますよね。あと新型のゲレンデと旧型のゲレンデ、まあ、その人お金持ちなんですけど、うん、旧型のゲレンデも持って持ってる人いますね。あの、あ、両方持ってて、うん、手放さないんですかって言ったら、これは多分俺ずっと持ってるなっていう。あ、はい、なんか分かりますねそれ。であともう一人はめちゃくちゃいるんですけど、うん、あのベンテイが乗ってて、はい、911の GT3 乗ってて、うん、あとマクラーレンの、うん、なんだあれ、あ、名前出てこない、あの、うん、後ろから上にマフラーがこう 600LT 600LT 乗ってる、はい、この3台持ってる人が、はい、今ね、プロフェッショナルを買いました。へ、はい、そこまでその新しい速い SUV いろいろ攻めてったのに、はい、結局プロフェッショナルに行くんだみたいな、うん、いや、なんか分かります。いや、だからゲレンデのなんか魔力があるんですよね。そう、あのね、うん、ちょっとあの話ずれるかもしれないですけど、はい、ゲレンデとポルシェ911って、はい、なぜか突き詰めると、うん、バックしてっちゃうんですよね。面識を。
確かに。なんか知らないけど、あ、知りたくなっちゃうんですよ。いや、確かにそうだ。あ、じゃあその前はどうなんだろう、その前どうなんだろうって知りたくなっちゃうんですよ。うわ、そうかも。そんな車ないっすよね。いや、ないと思いますね。911乗ってる人も結構いますね、そういう人。はい。新型、そう、新型から始まって、はい、どん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 古くなってって。そうなんですよ。いや、確かにそうだ、ね、人、それも一人いるわ。はい。不思議なんですよね。本当だ。いや、でも、うん、長い歴史がある車だからこそゆえの、そうですね、ね、本当本当だと思うんですよね。いや、本当そうなんだよな。うん、いや本当ね、なんか、いや楽しいですね。ね、車好きな人とこう喋ってると僕ずっと喋れます。いや、僕も本当いや本当ですね、車ってやっぱいいな、うん、よかった、このチャンネル呼んでもらえて本当ですか。いや、だって僕こんな話誰も家族聞いてくれないですもん寂しくてしょうがないですよ。そうですね、友達に電話してるぐらいですよ。ああ、なんかわかります。僕だってそうですもん。本当ですよね。そうですよ、うん、いや本当そうなんだよな。なかなか家族とは話こんなできないですからね。え、はい、本当一回静かにしてって言われちゃいますからそうなんですよね。熱く語ったところではいはいって言われちゃいますからね。いや本当そうですね。はい、本当にでも車好きなんですね。大好きです、ね、本当大好きなんですよね、うん、大好きがゆえに、あの、何が欲しいかが分かんなくなっちゃうっていう、うん、結構いろいろ車歴をリサーチしちゃいましたよ。 ありがとうございます。ボルボの850とか。そう、あれ、はい、母親が乗ってたやつを最初に僕乗らせてもらって、はい、先輩から、譲っていただいた W124 の、はい、あ、はい、そうそう、ね、E300 でしたっけ、300CE です。 300CE、 ツードアだ。そう、ツードアの、はい、うわ懐かしい。 ネット情報ですけど。いや、合ってます合ってます。あとジムニーとか。ジムニーも乗った、はい、ジムニーも乗ったし、日本車でいうとジムニー、はい、ハリア、はい、あ、ハリアもありました、一番売れた卵型っぽいやつ、はい、あれ、まあ、一番売れたわけじゃないけど、あの、うん、卵型っぽい、はいはい、アメリカから逆輸入した、はいはい、あれで、あとは日本車でいうとセルシオ。あ、セルシオも、ね、はい、乗ってました。10後期、はいはい、10後期なんで、もうだいぶ古いですけど、はい、あとシーマ、うん、プレジデント、うん、あとセンチュリー、うん、全部いい車に聞こえる、いい車なんですけど、うん、全部分けありなんで違う、あの、はいはい、悪い方じゃないですよ、はいはい、あの、例えば 300CE でいうと全部の窓が開かない、はいはい、で、エアコンが全部止まってる、あ、はい、で先輩からね、うん、もらったんですよ、はい、タダでもらったんですよ、うん、蓋開けてみたらそういうのが、なるほど、廃車にしようと思ってたらちょうどいいのがいたっつってもらったんですよ、うん、なんとなく今僕、今 YouTube の、あの、出てくるサブさんと、あ、サブね、なんかつながりましたあ、サブさんと多分仲良くしてた頃にこの辺乗ってたんだろうなっていうのが、あ、そうです、その辺です、その辺です、はいはい、全部今話がつながった、繋がったね、今ね。でね、うん、センチュリーも、はい、おー、すげえじゃんと思うじゃないですか、はい、あの、椅子が全部ルイ・ヴィトン柄でした完全に繋がりました。そうなんですよ、はい、はい、だから、まあまあまあ、まあ、はい、好き好きです、本当に、はい、まあ、だから日本車はいろいろ乗らせていただいて、うん、あ、でもジムニーも人気ありますもんね、そうですね、今未だにね、本当未だに人気ありますからね、はい、あと外国の車はカイエン GTS、うん、あとボンドさんで買わせていただいた CLS63、はい、パフォーマンスパッケージ、ね、はい、あれ良かったな、うん、シルバーでした、あれが初めて買ったシルバーの車ですね、僕、うん、はい、で、あと外国の車、あ、 S クラス、うん、前期後期、はいはい、221ですよね、221、はい、221の前期後期、はい、ゲレンデの G550 エディションセレクト、はい、白黒のパンダカラーみたいなやつ、はい、と今乗ってる、G350D、はい、あとテスラ、うん、あと何だろうな、あ、キャデラックのエスカレード、あ、そうですね、 ESV、はい、ロングですね、はい、あれも良かったっすね、うん、え、でもあれ一応現行です、まだ。え、でも散々こう、うん、悩んで探して、はい、うん、やっとあったねって言って買いましたって言った割に短かったですね。エスカレードですか、はい、1年ですね、はい、いや、エスカレードはちょっと僕も本当に、うんうん、いい、すっごいいい車なんですよ、はい、今でも、うん、今次の新型がもうアナウンスされてて、うん、実は気になっちゃってるんですけど、はい、やっぱすごいいい車なんですよ。いい、良かったですか。良かったんですよ。アメ車っていうイメージをもうガラッと変えてくる、もうヨーロッパ車と平気で戦えるレベルなんですよ。めちゃくちゃいいんですけど、うん、まあ、リセールっすね、うん、やっぱ今のエスカレードもどんどん値段上がって、うんうんうん、新車で1500万ぐらいするんですよ。そうですよね。
僕新車で買って1年しか乗ってなくて、はい、走行距離1万キロで売ったんですね、はい、700万でしたまあまあもちろん、まあまあ、あの買取価格ですけど、 その後まあいろいろとねメンテナンスして売られるんでちょっと変わりますけど、はい、半額って思っちゃって1年で、うん、悲しくなっちゃって、そうですね、あの恐怖からちょっとね手出しづらいとこあるんですよ、うんうんうん、だから中古で買った方がいいかもしれない。そうですね、ね、ちょっと左に寄っといてもらってください。そうなんですよ。それを考えるとゲレンデ驚異的ですよ、ね、驚異的だねゲレンデはすごい未だに値段安定してますもんね。そうなんですよ。まず安いゲレンデっていうのは存在しないですから。そう本当ですね、はい、うん、スタートは確かにちょっと高い車なんですけど、うん、売る時もそんなにものすごい大損ってないですからね、うん、そう。で左行きましょう。あ、ゲレンデはすごいわ本当、うん、本当強いですね。911も結構安定してます。安定してます。あ、やっぱそうなんだ。うん、911ゲレンデはちょっと強いとこっすよね。うん、だと思いますね。今新型のゲレンデに関してはまだ納車待ちで、うん、ちょっとなんとかモデルとかついちゃうと、うん、変な話、これ左です。ちょっとプレーネついてたりしますよね。そうなんですよ。若干プレーネがついてたりしますね。ね、まあ、はい、今はまだあれ納車されてない人がいるからかもしれないですけど。そうですね。いやすごいな本当。うん、ゲレンデってのはすごい車だ。ねえ。いろんな車に乗らせてもらってるけど、結局どこに行けばいいのか分かんないです僕は本当に。その路地は左なんですけど、ちょっと鋭角なんで、はい、頑張って来てください。僕ここ曲がれなかったやつです。あ、はい、全然曲がれる、ね、楽勝です。これはまあ、あ、やべでしょよかったよかった、僕だけじゃなかった、よかった。これね、ちょっとポイントブラストね、曲がれないんですよ。よかった。そうですね、本当ゲレンデってそうなんですよね、はい、ちょっとコツいるんですよ。そう、なんかね、だからそのポイントも僕今知ってもらいたくて、ここわざわざ回ってきたんですけど、ほんのちょっとだけなんですけど。そうなんですよ、ね、気持ち早めに切ってもらうっていう。ゲレンデって結構回してる、回すと、うん、あ、これだけ回せば回るだろうと思ったら、うん、みたいな。そうなんですよ、ハンドルの回転数と合ってないんじゃないかな。そうなんです、はい、そうなんですよ、はい、そうなんですよね、うん、これ左、右です。右、はい、だから今この道入れられたんです。そうなんです。くそー。ちょっとはめてあげようと思って、ゆうじくんを。曲がれなかった。僕も切り返しました。悔しいな。あ、僕切り返せなかったんですよね。そう、ギリギリ、はい、いけるいけるって、いっちゃいいっちゃいっつって。はいはい、あ、で、いけたんですね。絶妙なのギリギリで。悔しい。しかもオーナーなのに。はい。いや、だからさっき弁定外でちょっと感覚狂いました。はい、そうですよね。あれが思いのほか切れるんで。切れるから。そう。そうなんですよね。うん。いや、確かにそうだ。はい、弁定がいいな。あ、弁定がじゃない。どっちもいい。どっちもいいよね。いいけど、どっちもいい。うん、ゲレンデも。2台お買い上げでお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。持ってるから。本当ですか？これ持ってるから。あ、そうですかね。もういらないですよ。あ、そうですね。同じの2台いらないですか？いや、そうですね。本当ですか？いらないです。絶対ないですよ。いや、でも奥様に乗られて乗れないっていうふうにさっき伺ったんですけど。うんうん、そうです。はい、奥様用と友人様用で。そうですね。いやいや。まあね、うん、まあだけど、はい、いやー、そんな安い車じゃないんで、ゲレンデって、はいはいはい、いいです。止まってきますか、どうしますか。そうですね、止まってきましょう、はい、マセラティじゃない。や、入れるでしょ。入れます、うん、まあ、でももう今、左寄せちゃったからね、うん、大丈夫です。いいですか、うん、タイヤ分厚いんでホイール削んないです、うん、グッといっちゃってください。でも、はい、大丈夫です。確かにゲレンデのいいとこってそこだな。そうなんですよ、うん、それは言えてる。ラフに使えますね、はい、これそっちでいい、うん、いっちゃいましょう。頭、はい、頭からいいですか。そうです、はい、じゃあパレットに乗せるつもりですよ。そうです、そんな感じでいいです、はい、ありがとうございます、うん、OK かな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いい、めちゃくちゃやっぱりいいはい、で今試乗から戻りまして、うん、いつもカスタムの話を土方さんに聞いてるわけなんですけども、うん、はい、はい、これもし触るとすれば、というかゲレンデは結構いろいろできますよね。今ちょっとさっきユージ君とも話出ましたけど、はい、ちょっとオフめな感じにしてるじゃないですか。そうですね。だからこれをより強調させるのか、うん、ね、これをベースとして作るのか、それともホイールを入れ替えてしまうのか。確かに確かに難しいな。今だからちょうどいい中間を言ってると思うんですよ、うんうん、街乗りもできる、でもオフ感もある。そう、だからこれをもうちょっとオフっぽくしたければ、さっき言ったミラーをね、うん、そう、ここから出すミラーに変えたりとか。いいですよね、あれも。サイドステップも変な話、もっと金属感のあるものに変えたりとか。そう、金属のプレートみたいなやつね、プレートに変えちゃうとか、はい、いくらでもまだいけるんで、うん、はい、これ遊びがいありますね、この車。いや、バッチリだと思います。どっちでもいけるんで、まだまだ、はい、まだまだいける。そうですね、確かに。ユージさんの車もぜひお願いいたします。はい、お願いします窓のあれは感動しました。ですか、はい、あれはちょっといつかお願いしたいです。やりましょう、はい、お待ちしております。はい、はいはいはい、というわけで今回はボンドカーズ東京より
メルセデス G350D をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。